はい、ジェイコムです。コーヒータイムをする前にですね、今日は2022年に買ってよかったもの、コーヒー編ということで、買ってよかったものをね、紹介していこうと思います。ということで早速いってみましょう。まず1つ目、じゃじゃーん。これ何かというとですね、まあ、ちょっと使ってるんでね、だいぶ汚くはなってるんですけど、これが何かというとマーナのコーヒーカスポットですね。これはね、陶器でできているんですけど、この中にちょうどね、あるんですけど、こんな感じで、あのコーヒーをね、入れた後のコーヒーの、まあ、出し殻ですよね。あのコーヒーの後、コーヒーを入れた後の豆をこのね、紙のまんまスポッて入れて、でこうやって蓋をして置いとくことによって、これがね、消臭剤になるっていうね、そういうものですね。まあ、効果的にはすごい高いっていうものではないんですけど、そのコーヒーの豆ってね、まあ、香りもついてますし、あと消臭効果も結構高いんですよ。まあ炭なんでね、炭みたいなものなので、結構ね、匂いを吸着してくれるっていう性質があって、脱臭効果が優れてるって言われてるんですよね。なのでこういう風にしておくと、そのコーヒーを入れた後にね、ただ捨てるだけじゃなくて再利用ができるっていう、そういうポットですね。でそんなに効果はないなって思ってたんですけど、前はなんですけど、これね、旅行前とかにコーヒーをこの中に入れてね、で玄関にいつも置いてあるんですけど、玄関って結構いろんな匂いするじゃないですか。なんですけど、これ置いといたらね、旅行から帰ってきて家入った時に匂いがね、嫌な匂いが全くしなかったんですよ。なんで、なんか意外とね、効果があるなっていうのを実感できたんで、頻繁にコーヒー飲む人にはいいんじゃないかなと思います。まあ僕とかね、まあ1日1杯ずつだいたいこういうね、コーヒーの柄が出るんで、そしたら入れ替えるみたいなね、そういう感じのサイクルでやってるんで、毎日ね、新しいやつ結構無駄になっちゃうっていうところがあったんで、まあ、これをね、無駄にせず再利用できてて結構いいなって思いました。で、その2、じゃじゃーん、ハリオの無限ドリッパーですね。これはちょっと普通のドリッパーとは違って、このね、僕がいつもコーヒータイムで使っているこのハリオの V60 っていうのがあるんですけど、まあ、形状的には似てるんですけど、このね、折り口と、あとね、このね、中のこういう螺旋のところが違うんですよ。で、これが何が起きるかっていうと、水がね、この中にお湯を溜めた時にゆっくり落ちるようになるんですよね、こっちより。なのでコーヒーのね、味が変わるんですよ。で、これのコンセプトが、水の調整をこちら、入れ手がやるんじゃなくて、このドリッパーが全て行う。ジャバッとね、一番上まで入れて、それで放置することによって勝手にね、これが速度調節をしてくれて、いい感じにコーヒーを入れてくれるってやつですね。結構ね、この普通のドリッパーで入れるよりもかなりすっきりした味になって、またこれはこれでね、面白いんですよね。なんで結構気に入っていて、たまにね、これで入れるっていうことをやってます。しかもね、値段が安いので、このね、 V60 とこれ合わせて持っておくと、いろんなコーヒーのね、楽しみ方ができていいんじゃないかなと思います。結構おすすめです。で、その3、じゃじゃーんと、ちょっとね、大きいんですけど、これ何かっていうと、これもハリオなんですけど、ハリオ製品結構買ってるんですけどね、ハリオのコールドブリューメーカー、ウォータードリッパーですね、雫っていうやつですね。お水でコーヒーを入れる、水出しコーヒーを作るための機械です。で、これね、仕組みがすごい簡単で、まあ、ここのね、中の、 この銀色の部分にコーヒー豆を入れてやって、で、ここの上のタンクにね、水をこの部分までですかね、入れてやることによって、この 500ml 分のコーヒーがいっぺんに取ることができるっていうね、そうい
やつなんですけど、まあちょっとね寒くなってきて涼しくなってきてからは使ってないんですけど、暑い時とかはねやっぱり水出しコーヒーってすごいすっきりしてて、あのお湯で入れてないのでね、あの変な雑味とか出ないんですよ。まあ、変な雑味、まあ雑味も美味しさの一つなんですけど、またすっきりとしたね違った味わいになるのですごいいいんですよねこれが。なのでまたちょっとね、まだね当分寒い時期続きますけど、涼しくな、まあ暑くなってきたらねこれですっきりとしたコーヒーでアイスコーヒーにしてね飲むのがまた楽しみですね。はい、っていう感じでこれもねぜひ、これねそんなに高くないんですよねこれも。まあでも高かったけど1万ぐらいしたっけかな。あでも3000円か4000円、ちょっとね値段は概要欄の方に貼っとくんで、Amazon のリンクを貼っとくんでね、そちらに見てもらうのが正しいと思うんですけど、記憶ではそんなに高くなかったはず、うん、なのでぜひね気になる方は、まあ、ちょっと置き場所にね少し大きいので困るっていう人はいるかもしれないですけど、なかなかね楽しいのでおすすめです。はい、でその4、じゃじゃんと、これ去年のブラックフライデーで買ったタイムモアのコーヒーミルですね。まあ、今までねコーヒーミルって、まあ、電動を使うこと、昔本当にね初期の初期コーヒーをやり始めて初期の初期とかは手回し、まあ、しかもね手回しにこだわりを持ってあの手回しミルでコーヒーを引いて入れてたんですけど、だんだんね毎日コーヒー入れるようになると手回しがめんどくさくなるんですよ。で電動のミルを探し求めるようになって、で今あの NEXT G っていうのを使うようになったんですけど、まあ、今ね手回しのミルっていうのがすごい進化してきていて、まあ、中ねこのベアリングもこれスルスル回るので分かると思う、分かるか分かんないですけどねこういうの知ってる人だったら分かると思うんですけど、このねベアリング内蔵でもう本当にこのね回すのが軽くなったんですよ。で軽くなったのと、あと刃の精度がすごい上がっているので豆のね粒度、豆ってねそのコーヒー豆をすった時にあのなんていうの、豆のすった時の大きさが揃ってれば揃っているほどいいって言われてるんですよね。それなぜかっていうと同じ温度で入れてもその濃く出ちゃう部分、まあ、ばらけているとね豆の、粒度が細かい方が濃く出ますし、大きい方が、まあ、薄く出るみたいな感じなんですよ。まろやかに出るって感じなんですかね。すっきりとした味になるんですけど、まあ、そこら辺がね混ざっていると味がしっちゃかめっちゃかになってよくわからない味になってしまうっていうのがあるので、できるだけ揃ってる方がいいって言われてるんですよね。なんですけどこれはね本当にね精度が高くて、このベアこういう風にね回ってベアリングの精度もあるんで高いんで、この刃がねガタガタ中で揺れないんですよ。で中のね刃も金属の刃なんですけど、刃もねすごい鋭くなっているので、コーヒー豆をね一般的なのとかだと薄式とかね、なんかそういうのとか多いんですけど、これはね刃でカットする、刃じゃない豆をねカットするような形ですごいね整ったコーヒー豆っていうのがね、コーヒー豆ひいた豆っていうのが出てくるんですよね。すごくでしかもねすごい頑丈なのでキャンプとかにもね持って行って入れられるんじゃないかなと思います。まあ、今年ね、去年はねそんなにキャンプ行けなかったんですけど、今年できるだけねキャンプ行きたいなとは思っているんで、その時にね活躍してくれると嬉しいなと思います。はい、買ってよかったこのその後はじゃじゃーん、ネスプレッソバーチョです。まあ、これはね奥さんにプレゼントしたっていうので今年買ってよかったものに入れるかどうか迷ったんですけど、でもね一緒に使っているものなの でそれでねすごく良かったのでぜひ紹介したいなということで入れさせてもらいました。でカプセルはねちょっとね今までのやつ、ちょバーチャルのカプセルこれなんですけど、今までの普通のねオリジナルってやつがこんな感じなんですよ。
ちょっとねサイズが違くてでっかくなっちゃってる感じではあるんですけど、今までのこのねオリジナルってやつはこっちに置いてありますけどね、まだこれのオリジナルってやつは、ルンゴをね、エスプレッソとルンゴっていうやつ、この2パターンしか入れられなかったんですけど、これはまあこれにね書いてあるけど、これはねグランルンゴか、5パターンぐらい入るのかな、エスプレッソ、ダブルエスプレッソ、ルンゴ、グランルンゴ、マグ、カラフェ、6種類かぐらいね入れられるんですよね。何が違うかというと、入れられる量、お湯の量が変わってきて、まあエスプレッソが一番少ないんですけど、エスプレッソ、ダブルエスプレッソ、エスプレッソの倍の量ですね。でルンゴが100いくつだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、でグランルンゴがちょっと多くて、でマグっていうのが240ミリリットルかな、でカラフェっていうのが500ミリリットル、ペットボトル1本分ぐらい入るっていうね、そういうものなんですよ。でこれがね本当人がね、こっちだとこっちのねオリジナルだと人が来た時に1杯ずつ出さなきゃなんないんですけど、このねまあカラフェとかで入れると、そうすると人が来た時とかに 500ml 丸々ね入れれば、だいたいね4人分とかだったら余裕で入りますし、自分がね今日1杯飲みたいなっていう時とかにも結構ねそのいっぺんに入れちゃって、で小分けにして飲むみたいなこともねできるので、すごい重宝してるんですよね、うん、あとねこのメタルのやつがねかっこいいですしすごいこのバーチオおすすめです。今ねネスプレッソの方も力を入れているっぽくて、今まではこちらのオリジナルの方がオリジナルのなんていうの季節物のフレーバーとかいっぱい出てたんですけど、今これとこれはねほぼ同じものが出るようになったので、気兼ねなくねこれから買うんだったらこのバーチを買った方がいいんじゃないかなと思います、個人的には。まあこっちの方がねちっちゃいんで小回りが効く、あと安いんでね、うん、まあそういう面ではお得なのかもしれないんですけど、僕はね断然このネスプレッソバーチを、これをねおすすめしたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。去年買ってね、まあ、2022年に買ってよかったもの5つ紹介させてもらったんですけど、どれもね値段がね安いものから高いものまでいろいろ含まれてますけど、ちょっとネスプレッソとかはねだいぶ高くなっちゃうとは思うんですけど、どれもねコーヒーを好きな人にはおすすめできる一品だとは思うので、ぜひね興味があったら、まあ、下の概要欄の方にリンク、ホームページだったりとか Amazon のリンク貼っとくんで、興味があったらねそちらを確認してみてくださいという感じで、コーヒー入れましょうなんか終わったような雰囲気だったけど、今日はコーヒーを入れたいですということで、コーヒー入れましょう。はい、改めてコーヒータイムということで、今日はねコロンビアですね。まあ冒頭でね去年買って2022年に買ってよかったものをね5つ紹介させてもらったんですけど、他にも結構良かったものがあってね、マーナのドリッパーとか、まあ1杯だけ入れられるねタイプのドリッパーとかも結構良かったですし、まあ細々したやつでね結構良かったもの多かったような気がするんですよね。なんですけど、まあ5つだけっていうのに絞らせてもらって、まああんまりねいろいろと紹介しちゃってもごちゃごちゃしすぎてわけわかんなくなっちゃうかなっていうところで5つに絞らせてもらったんですけど、まあ特にねネスプレッソとかは、まあ誰が使おうが絶対同じ味になって、しかもねかなり美味しいので、
あのインスタントコーヒーから卒業して、まあ、なんていうの、コーヒーメーカーとかを買おうかなっていうふうに、まあ、ハンドドリップはめんどくさいけど、コーヒーメーカーとかそういうのでコーヒー始めようかなっていう人にはかなり向いてるんじゃないかなと思いますね。片付けも簡単ですしね、そっちの方が。コーヒーメーカーって結構いろいろとね、粉入れて、なんかこう粉入れたところを洗わなきゃなんなかったりとか、まあ、ちょっとめんどくさかったりとかしますし、うん、まあ正直ね、僕はハンドドリップの方が美味しいし、あの片付け楽だと思ってるんですけど、と入れ終わったと。はい、コーヒー入れ終わりました。なんでね、どうせ買うんだったらね、エスプレッソとかの方がいいんじゃないかなと思いますね。あのカプセルなんで、あのコーヒー豆の劣化とかもあんまり考えなくてもいいですし、結構いろんなね、あの季節ごとによって、なんかいろんなフレーバー、まあ、フレーバーなしもありますし、そのなんかスペシャリティコーヒーみたいなのも季節によって変わるんですよ。なのでそういう楽しみとかも増えるんでね、ネスプレッソ、まあ、バーチオじゃなくてもいいとは思うんですけど、まあ、ネスプレッソはねすごいおすすめなんでね、ぜひ検討してみてもらうのもいいんじゃないかなと思います。コーヒーいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。今日もね、福袋に入っていたこのダブルウォールマグ、これでいただこうと思います。うん、いい香り。うん、美味しい。